鬱だわ。モナ、頼んだ。俺らは出禁食らっちまってるし、ここで待ってるしかねえな。いや、お前らには別の仕事がある。別の仕事？パレスの中で待機して、扉が開いたら制御室みたいなのを探してくれ。二度と閉じないように扉のロックを解除しとかないとな。なるほど、分かった、任せとけ。本当に来てくれるなんて。連絡くれた時は嘘だと思った。ごめんね、急で。とんでもない。ただ昨日伝えた通り、今日は先生がもう 2,30 分もすると戻られる。その気を使わせてしまうかもしれないね。だから今日来たんだっつーの。何か？ううん、何でも。ところで少し太った？そう？体重変わってないんだけど、むくんでんのかな。じゃあとりあえずここで用意いいか？脱げばいいのね。頼む。恥ずかしいからあっち向いてて。そうやってるんだ。こっち見ちゃダメだからね。てか先生、そろそろだよね。確かそのはず。そうねえ、場所変えられない？もっと雰囲気いいとこの方がいいな。ここで十分な気が。鍵かかるとこのが良くない？鍵？女の子に言わせる気？あ、鍵のついた部屋なんて先生のところぐらいしか。じゃあそこ。無理だ、それは。大事、俺は鍵を持ってないし。やっぱないってよ。大丈夫だぜ、そのための我が輩だ、このヘアピンで。高牧さん、そろそろ。こんなに来てたのか。今日寒くない？そうかな。まあ確かに日も傾いてきたが。でしょ？だから他の場所がいいなって。だって脱ぐんだし。確かにモデルの気分を盛り上げた方がいい絵になるか。そうそう、そういうこと。大胆な構図やポーズにも協力してもらえるかもしれないしな。ポーズ？アンドの演技、演技だぜ。もう早く、せっかくその気になってきたのに。待ってくれ、勝手なことをされると先生に。
他の部屋はダメだと。ねえ、この部屋ダメなの？待ってくれって頼んだからね、モナ。あいつらマジで大丈夫か？演技で誘惑してみせるとか、だいぶハードル高いこと言ってたけどよ。悪気配全然ねえぞ。もうすぐマダラメが帰ってくんだよな。つかよ、鍵をモナが開けられたとしてマダラメに見せるって難しくね？見せたとしても普通すぐ閉めんだろ。チャンスって一瞬しかなくね？ぶっちゃけこの作戦うまくいったら奇跡じゃね？やっぱ奇跡なのかよ。そろそろだな。ちょっといい加減に。この奥ってなーに？それはモルガナが言ってたのはこの先。ダメだと言ってるのに。遅っ。猫の手じゃやりづれ。どうかしたのか？この部屋は古い絵の保管庫だ。保管庫？ねえ北川くん、この中でどう？誰にも絶対見つからない場所の方が私も恥ずかしくないし。ここは先生しか入れない。お願い、二人っきりになりたいの。静かなとこで誰にも邪魔されない感じのとこ。大丈夫か、その棒読み。集中して。伝わらないのがもどかしくて。北川くん、私みたいな女の子嫌い？そんなことは。聞いてる？マジか。いいでしょ、続きは中で。ああ、いや、そこはダメなんだよ。それに鍵が。じゃあもういい、恥ずかしいし私帰る。そんな。じゃあここね、いいよね。困ったな。帰ったぞ。先生。ゆうすけ。よし開いた。そこで何をしている？これは違うんです。その中は？何も起きねえ。状況どうなってん？あいつらマジでやりやがった。本当だよ、リアルに奇跡だぜ。行こうぜ。よっしゃ。そうだな。
悪いな。セキュリティを突破してきたのか。どうしてなるものか。マダラネ様のお膝元である。お前らなんて眼中にねえんだよ。ここでヘマしてアンにどやされる方がよっぽど怖いっての。来い、そこか。この力があれば。高巻さん、まずいよ。電気、これ？これは。この絵、確かさゆり？なんでこんな。俺に聞かれても。出て行け。先生、これは。見られてしまったのならもう黙ってはいられんな。実は借金を抱えている。このさゆりは私自身が模写をして特別なルートで売ってもらっているんだ。どうして。本物のさゆりは昔の弟子に盗まれてしまった。厳しくしすぎたことを恨んだのかもしれん。そのことがひどくショックでな。以来私はスランプに陥っている。苦悩から弟子の着想を譲ってもらったことがあるのも事実だ。このままではいかんと私は何度かさゆりの再現を試みた。だが出来上がるのは所詮模写。そんな時その模写でいいから譲ってほしいという人が現れてな。全て私の責任だ。有名税というのを払いきれなかったのさ。期待され活動を広げていかねば多くの方々に迷惑がかかるようになった。お前の才能を伸ばすにも金がいる。不甲斐ないしをどうか許してくれ。やめてください。なんか変。元の絵が盗まれたのにどうやって模写したの。画集用の精密な写真が残っていてね。写真のさらに模写が売れたの。よくわかんないけど、絵とか買う人ってそれなりに芸術わかる人なんじゃないの。嘘っぽいんだよね。お前に何がわかる。とにかく違和感があるってこと。アン殿、これだけ何か違う。さゆり、これは本物のさゆり。さっき盗まれたって。模写だ。いや、これは模写じゃない。この絵に支えられてここまでやってきたんです。まさか先生。それは偽物。そうだ、贋作だ。迷惑な贋作があると聞いて買い取ったのだ。本家が贋作を買ったっての。それ無理ありすぎでしょ。先生は嘘をついてる。さゆりの真実話してくれませんか。お前まで。警備会社に通報してやったわ。嘘。
迷惑な三流記者対策のつもりだったが、飛んだところで役立ったわ。待ってください、話を。話なら警察でしてくるといい。お前も一緒にな、ユースケ。アンドロ、走るぞ。猫、どこから。無駄だ、2分と経たずに来るわい。竹巻さん、よっしゃ、行くか。飛びすいません。おい、これ。よっしゃ。よっしゃ。あいつらもうまく逃げてりゃいいけど。着ぐるみには見覚えがないが、何なんだここは。心の中よ、まだらめの。先生の心の中。高巻さん、悪いが気は確かかい。嘘じゃねえ、これが奴の本音なんだよ。欲望まみれの金の亡者ってこった。でたらめを言うな。北川君だって思ったでしょ、まだらめのことなんかおかしいって。それは信じたくないかもしれないけど、ここはまだらめが見ているもう一つの現実、まだらめの本性なの。こんなおぞましい世界が。お前ら一体何なんだ。腐った悪党を改心させる集団ってとこか。確かにお前らの言うことが本当なら、俺の知る先生などどこにも。目覚ませって。だがそれでも10年置いてもらった恩義だけは消えない。許すってのかよ、このままじゃお前、うん、大丈夫。頭の理解に気持ちがついていかない。悪いがのんびりしていられないぜ。すんごい警戒されてる、さっさとずらかるぞ。いや結構だ。急いでここから脱出するんだ。とはいえ素人を一人抱えちまった。戦闘はできる限り避けていくぞ。ここも先生の心の中だというのか。こんな虚栄にまみれた美術館が。この絵は見覚えあるんじゃない。昔同じ弟子だった人たちでしょ、これ。なぜ彼らの絵が。
絵じゃねえ、そいつが弟子本人さ。物扱いなんだよ、まだらめにとっちゃな。ちなみにお前のもあるぜ。 あれこれ話すのは後だ、さっさと脱出するぞ。出口は目の前だってのに。誰？嘘。ふざけた格好しやがって。王様の次は殿様かよ。ようこそマダラメ画伯の美術館へ。え、先生なのですか、その姿。最低。嘘ですよね。あんなに素晴らしい格好は演出だ。有名になってもあばらや暮らし、別宅があるのだよ。女名義だがな。はっ、心にもないことを。なぜ盗まれたはずのさゆりが保管庫に。本物があるのになぜたくさんの模写を。聞かせてくれ、あなたが先生だというのなら。まだ気づかんのか、青二歳目。盗まれたなど私が流したデマだ。全部計算し尽くされた演出なのだよ。どういうことだ。例えばこんなのはどうだ。本物が見つかったが公にできない事情がある。特別価格で譲りたい。どうだこの特別感。俗人どもは大枚はたいて食いついてくる。そんな。絵の価値など所詮は思い込み。ならばこれも正当な経済行為だ。まあガキには想像できんだろうがな。さっきから金金金。道理でこんな気持ち悪い美術館ができるわけだぜ。てかあんた芸術家なんでしょ、盗作とか恥ずかしくないわけ。芸術など道具に過ぎぬわ。彼と名声のためのな。お前にも稼がせてもらったぞ、ユウスケ。ムカつくけどよ、あれがお前の師匠だ。ならあなたの才能を信じている者は、天才画家と信じてきた人々は。これだけは言っておいてやる、ユウスケ。この世界でやっていきたいのなら私に歯向かわぬことだ。私に意を挟まれて出世できると思うか。こんなやつの世話になっていたと。ただの善意で引き取ったとでも思っておったのか。有能な弟子を集め着想を吸い上げれば才能ある目障りな新芽も摘み取れる。着想をいただくなら大人よりも言い返せん子供の将来を奪った方が楽だ。なんてことを。家畜は毛皮も肉も剥ぎ取って殺すだろうが同じだ、バカ者め。喋り疲れたわい、そろそろ。許せ。うん、許すものか。お前が誰だろうと。長年勝ってやったのに結局はあだで返すか、クソガキめ。者ども、続行しますしろ。下がってて。面白い。え？事実は小説よりきなりか。北川君？そんなはずはないと。長い間俺は自分の瞳を曇らせてきた。人の心眼すら見抜けぬ節穴とは、まさに俺の眼だったか。ようやっと目が覚めたかい。真実から目を背ける貴様こそが何より無様なマガイム。たった今決別するのだな。
ビザや契約、ここに結ばん。我は汝、汝は我。人世の美醜の誠のいろは。今度は貴様が教えてやるがいい。よかろう。来たれよ、コエモン。絶景かな。まがいものとて、こうも並べば相関至極。悪の花は栄えども、醜悪、俗悪は滅びる定め。おりゃすごいぞ。ふん、生きがいよって、何も知らずに死んでるふがいいわ。出られ出られ貴様を親と慕った子供たち、将来を預けた弟子たち、一体何人踏みにじってきた。いくつの夢を金で売った。俺は貴様を絶対に許さない。望むところだ。マダラネ様の御前である。頭が高いぞ、侵入者ども。勉強させてもらったよ、マダラメ。心眼を見抜くには時に冷徹さがいること、心置きなく貴様を見定めさせてもらう。俺のゴエモンと共に。ペルソナ蹴散らせ、ゴエモン。この僕が、我は何時ゴエモン。ペルソナ蹴散らせ、ゴエモン。行くぞ、ゴエモン。彼はもう一人の俺だ。ヘルスナー、ゲッ。よし、ヤングだ。スカルがやられた。助けが必要だぞ。使うよ。ロジットフェイ。うわぁ、ペルソナ蹴散らせ、ゴエモン。いいぞ、敵がダウンした。みんな合わせろ。これで終わりだ。ペルソナ、いただいていく。ゲッツレディ。新技だ。見とけよ、おい。ユウスケ、貴様はな、輝かしい未来をドブに捨てたんだ。貴様の絵描きへの道、あらゆる手を使って刈り取ってくれる。マダラメ、私に歯向かったことを一生かけて悔いるがいい。待って、北川くん、なんて動かない。体力限界でしょ。無理されても足手まといだから。情けない。言うこと聞いとけって。本当はずっと前から気づいてたんでしょ。俺はそんなに僕年人じゃないさ。数年前から妙な連中が出入りするようになったし、盗作も日常茶飯事だったけど、そんなの認めたくないじゃないか。世話になった人がそんな。どうして北川君は
マダラメのとこを出ていかなかったの？サユリを書いた人だし、それに特別な恩義もある。育ててもらったからか。俺には父がいない。母親が一人で育ててくれたらしいが、その母も俺が三つの時事故で死んだ。その時俺は先生に拾われたんだ。母も生前先生の世話になっていたらしい。らしい？母のことも正直あまり覚えていない。だから先生を親と思って尽くしてきたつもりだったが、先生は変わってしまった。自分の原点であるさゆりまでもあんな風に。いろいろあったんだな。お前たちが盗作だのと言ってきた時、内心じゃ気づいていたんだ。だからこそ拒んでしまった。俺は逃げてたんだ。すまない。自分をごまかしてきたことと向き合う、そのきっかけをくれて感謝している。真面目すぎんだよお前。そんなんだから行き詰まっちまうんだよ。俺なんか元適当だぜ。本当そう。これからどうするんだ？わからない。まだらめが変わっちまったもんはもうしょうがねえ。けどよ、俺たちなら心を変えられんだ。野郎の罪を野郎自身に償わすことができる。そういえば戒心がどうとか言ってたな。聞いたことねえか、心を盗む怪盗団の噂。まさか。と、やべえ。話は後だ、逃げるぞ。あれ、こんなもの着ていたか。今さらかよ。説明は全部後、走って。なるほど。それでその体育教師は心が入れ替わったと。心を盗む怪盗、実在したとはな。ああ、信じるしかない。あんな世界を見た後じゃな。それでお前たちはマダラメ先生、マダラメを改心させるつもりってことか。俺も加えてくれ、怪盗団に。もっと早く現実を見ていればこうはならなかったのかもしれない。画家としての未来を奪われた多くの門下生のためにも俺が終わらせなければ。それが曲がりなりにも親だった男へのせめてもの礼儀だ。礼儀か。いいんじゃねえの、どうせまだらめやんだしよ。失敗すると廃人になるかもだぜ。防ぐ方法も分かっちゃいるが絶対はない。日掛けに話したよな。マダラメは美術界を牛耳る存在だ。あらゆる団体とコネクションを持っている。俺ごときが声を上げたってもみ消されるだけだ。やるしかない。北川君、取引成立だぜ。怪盗団の仲間が増えたね。よろしく、ユースケ。足引っ張んなよ。全処しよう。あれはつまり作戦だったわけか。大胆だな、高牧さんは。私じゃないし、こいつらよ。仕方ねえだろ、ユースケがヌードヌード言うからだよ。俺は諦めてないぞ。諦めろ。で、そういえば現実のマダラメどうなったかな。私とユースケ相当ヤバい状況だったけど。それならここへ来る前に連絡を取った。俺は高牧さんを追いかけていたことになってる。それと君らの説明通り、シャドウとのことは本人は知らないようだ。あいつなんて。女子高生一人捕まえられないのかと警備会社に愚痴っていたよ。でも怒りが収まらないようで、全員告訴してやると言っていた。
相当警戒されてんぜ。それ告訴とか必死すぎでしょ。実はまだ何か隠してるとか。動くとしても個展を終えてからだろ。期間中に秋分が経つのは向こうが損だ。ムードの件が済んだと思ったらこれか。告訴を回避するにもその前に改心だな。やっぱり作戦期間は個展の会期中ってことだな。ところでこれは何だ。あ、猫だけど喋ってるが。文句あるのか。いや、そうじゃないが。なんで。ちょっと人とテンポ違うよね。この我が輩を描こうってのか。ちゃんと素材の良さを引き出せよ。うん、気安く触んじゃ。黒あんみつを注文しようと思ってな。黒猫から連想したなこいつ。はあ、金を持ってこなかった。やっぱこの人変。おい、いやいや違うだろう。される前に改心させればいいだけさ。今は目の前のことに集中しろ。なあ、戸締まり頼んだぞ。なあなあ、